久しぶりです。元気しました？万博は久しぶりにファイル08の投稿者隅田さんと食事をすることになった。近況インタビューしてみると、隅田さんはとても明るい様子で、あれから特に問題はないと話してくれた。そんな一瞬の安らぎを感じつつも、スタッフから新たに案件が送られてくる。ある映像を調査してほしいという DM が複数送られてきた。どの DM も同じ映像に関する調査依頼。映像を確認しアップロードした人物にメールをして映像の出どころを調査しているのだが、どれもネットに上がっていたもののコピーと答えている。今まで以上に情報が少ない中での調査。それでは問題の映像をご覧いただきたい。包帯を巻いた男を見つめる存在。その存在は
顔だけのようにも見える。果たして包帯を巻いた男は夜中に何をしていたのか。そしてこの映像を撮影した人物はなぜこの様子を撮影しようと思ったのか。手がかりのあまりに少ない状況の中、ワンパクはある人物に助けを求めることにした。あ、菊池さん、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、声言ってますか？あ、聞こえてるよ。はい。あ、すみません、結構お待たせしちゃいました。ありがとうございます。遅かったね。はい、ごめんなさい。バタついてまして、すいません。忙しい。あ、まあまあまあ、ぼちぼちって感じで。てかあれですよね、結構久しぶりですよね。肥後さんから結構話は聞いてました。肥後さん割と定期的に会うね。確かにね。すいません、ちょっと今回改めてよろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっと早速送ってくれた映像の話なんだけど、映る場所？はい。まあ、森林地帯から見える景色と特徴的な一本道、はい、まあ、ああいうのがちょっと自分の知ってる過去に調査した場所で思い当たる場所がいくつかあったんで、ちょっとまとめてメールで送っておくから。すみません、ありがとうございます。助かります。うん、あの包帯の人物、まあ、精神異常なのか怪我によるものなのか、で映像を撮影した人物の目的、ちょっともしかしたら映像を撮影した人と包帯の人物が、まあ、2人が知り合いなんじゃないかなとか思うんだよね。それはどうしてですか？あくまで推論だけど、わざわざビデオカメラ持って山の奥に入っていく人物を尾行して撮影っていうのもちょっと不自然だなって思うし、ちょっと何回か繰り返し見たんだけど、映像の中でそのお互いの存在を認識したとき、まあ包帯の人物がカメラ側を向いたとき、なんか人の名前、はい、たっちゃんみたいな、そういう名前を言ってるように、まあ、聞こえるんだよね。たっちゃん、達也とか拓也とか、まあ、そういう人物のあだ名なのかなと思うんだけど、まあ、調査で調べてみるしかないね、その辺はね。ワンパクはスタッフ益子と合流し、別調査も兼ねて菊池さんが教えてくれたスポットを探索することにした。地元の方とかでも結構知ってる有名な、まあ、さっきの投稿の話、まあ、川っていう感じですよね。万博さん、今日顔白くないですか？いやいや、そんなことないですよ。あ、あれだよ、あれ、もう
日焼け止め、日焼け止め。え、本当ですか？うん、え、なんかそういうレベルの白さじゃないと思うんですけど。いや、でもなんかここもちょっと気持ち悪いですし、戻りません？いや、だからこれ関係ないから、大丈夫大丈夫。いや、でもほら、ワンパクさんいつも言うじゃないですか、こう不安感じてるときはもうそこは危険だって言うじゃないですか。それもそうなんだけどね。うん、まあ、あとここも一通り見たんで一旦戻りません？うん、分かった、行きましょう。うん、ワンパクさんのそれってやっぱ日焼け止めだったんですね。いや、だからさっき言ったじゃん、夏は基本。翌日よりスタッフマシコは別調査にて探索を離脱することになる。新規と過去の調査を進めながら、ワンパクは連日の移動により疲労が溜まっていた。そして車中泊の際は合間の時間を見て問題の投稿映像を視聴した。お疲れ様です。お疲れ様です。聞こえる？あ、聞こえます。グループメールでまとめて、まあ、心霊スポットに詳しい人たちに、まあ、あの例の映像を確認してもらったんだけど、一応場所に関してはほぼほぼ特定できたよ。あ、本当ですか？ありがとうございます。写真送ったと思うんだけど見れる？ LINE ですか？うん。あー、ごめんなさい、確認できてなかったです。まあ、一応住所は、俺明日から結構予定詰まってて、まあ、時間取れないんだけど、まあ、一応何か進展したら連絡くれれば、まあ、動けるときに動くから。すみません、本当にいろいろとありがとうございます。まあ早速僕は明日から現地の方。え、明日行くの？はい。大丈夫？え、結構寝てないんじゃない？疲れてるというか。まあでも案件はまあなるべく早くこなさいきないってのもあるんで、ちょっとそうだけど、無理してもしょうがないからね。じゃあそのバランスだと。あんま無理しないでね。はい、ありがとうございます。ズームでのやり取りを終えたワンパクは改めて気を引き締め直し、菊池さんが発見した投稿映像の場所へと向かうのであった。菊池さんの発見した場所に足を運ぶワンパク、そこは間違いなく投稿映像が撮影された場所であった。映像に映る人物の思わぬ背景を知り、現地散策を進めていくのだが、想像を絶する事態がワンパクに降りかかる。次回、ファイル14、包帯男、怨霊と隠された真実、後編。